合格ダムは埼玉県秩父市一級河川荒川水系吉田川に建設されたダム。高さ60.9メートルの重力式コンクリートダムで洪水調節、不特定自水、上水道を目的とする埼玉県への多目的ダムである。ダム子の名は西秩父桃子といい秩父郡小賀の町にまたがる。小賀の町を源流とする吉田川が 秩父市の旧吉田町地区との境付近に建設されたダムである。2001年完成。吉田川及び荒川の地水と秩父市への浄水道供給を目的としている。ダム本体は秩父市だが人造湖である西秩父桃子は秩父市と小賀野町にまたがる。近くを埼玉県道282号、藤倉吉田線が通るほか、倉尾小学校や吉田元気村、 片栗の群生地がある。ダム名の合格はダム建設により水没した合格地区にちなむものであるが合格とも読めることから合格ダム管理所では受験生とその家族に向けた演起者として合格ダムのダムカードの入手を進めている。桃子とは言うものの命名当時桃の木は周辺になかった。当時の埼玉県知事である土屋義彦の長女。 一川桃子の名と読みが同じであり、また、入り口にも、土屋直筆の石碑の記号が掲げられている。これらの私物化は、土屋建成のお点として挙げられている。ありがとうございます。